皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、正の数と負の数の16回目。今回は四則の混じった計算。四則というのは加減、乗、除、ね、掛け算、割り算、足し算、引き算、これが混じった式があった場合どういう順番で計算するかというお話をします。小学校の時も計算の順序って学習しましたよね。中学校では小学校プラスこれ累乗が出てくるんですよね。ですから累乗をどこに入れたらいいか、これを覚えてください。計算の順序、それはまず括弧と累乗、これが一番先になります。次に乗法と除法、掛け算と割り算、そして最後に加法と減法、足し算引き算、こういう順で計算していきます。では実際に式がここに5つあるので、これを使って確認していきましょう。1番です。括弧マイナス3、括弧の2乗、足す12割る2と、累乗、足し算、割り算、こういう式がありますよね。これは累乗が一番先ですから、マイナス3括弧の2乗を最初に計算すると9ですね、足す12割る2となります。ここで足し算と割り算の式になりました。足し算と割り算だったら割り算が先ですから、12割る2を計算します。9足す6になります。そして答えは15と、こう出てくるわけです。括弧2番です。 6×括弧マイナス1足す2括弧閉じ引く7ですね。掛け算と括弧の中の計算、引き算ですね。括弧があるので括弧の中の計算が一番最初です。でマイナス1足す2を計算すると1ですから、 6×1引く7となります。61が6ですね。6引く7となって答えはマイナス1と、こうなります。次です。括弧3、56割る括弧マイナス8括弧閉じ足す5×4と、これ割り算、足し算、掛け算、こうなっています。この場合は割り算と掛け算が一番最初に計算するんですね。56割るマイナス8というのはマイナス7ですね。足す5×4=20、こうなって足し算だけの式になりました。答えは13です。括弧4番、9引く括弧マイナス3マイナス2括弧閉じ2乗ですね。引き算と括弧の中の計算、括弧の外に2乗とあるので、ここでは括弧の中を先に計算します。9引く括弧中計算するとマイナス5括弧閉じて2乗になります。引き算と累乗です。累乗が先ですね。9引くマイナス5を2乗すると25です。9引く25になって答えはマイナス16と、こう出るわけです。括弧5番です。 3×括弧7引く36割る4括弧閉じ足す2の2乗ですね。これは掛け算、括弧の中の計算、そして累乗、足し算、累乗とあります。ここでは累乗と括弧の中の計算が一番先にするんですけれど、括弧の中で引き算と割り算があります。割り算が先ですよね。ですからこうなります。 3×括弧の中は36割る4が先ですから、7引く9足す累乗は一番先ですから2の2乗4になります。で掛け算と括弧と足し算ですね。ここでは括弧の中が先ですね。 3×マイナス2足す4になって、掛け算と足し算、掛け算が先ですからマイナス6足す4、計算するとマイナス2と、
このように答えが出せるわけです。今回は四則の混じった計算の計算の順番、これも式を使って確認していきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。